はい、ハングリーウィッチです。どうぞよろしくお願いします。はい、どうもーやります。はい、どうぞ、ナチュルラバーのハングリーです。はい、よろしくお願いします。高島前ちょっと使わせていただいて、はい、今日演奏させていただけるということで、はい、ガオフェスタ2023、はい、最高ですね。最高ですね。始まりましたね。はい、はい、僕たちハングリーウィッチと申します。今日は顔と名前だけでも覚えて帰っていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、すごい響いてますね、うん、私の声がすごいです。はい、僕たちまあ2人で活動してるんですけども、はいはい、僕がギターボーカルの淳と申します、はいはい。先ほどのご紹介にも預かりましたように、はい、大阪府堺市南区赤坂台から、来ました、はい、仙北高速に乗って、はい、来ました、はい、地元ですね。そうなんですよ、はい、泉小美ちゃんも応援してますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そして私が、ギター担当和田と申します。よろしくお願いします、はいはい、私、隣の奈良から、来たんですけども、はいはいはい、こっちはね、よくアツくんの関係で行ってますんで、はい、あ、そうですね、はい、仙北1号線ですか。そうですね、1号線通って、はい、まあ、1号線はね、信号がなくて、かなり通りやすい道なのでね、はい、皆さんスピード出しすぎないようにね、はい、気をつけてください。あの、はい、頑張りスピード落とし、マシュマシュだけね、ありますので、気をつけて、今日も運転して帰ってください、はい。じゃあ、そろそろ行きましょうかね。1曲目、元気よく行きたいと思います。はい、いつか誰にか伝えると信じ
がとうございます。たくさんの方に集まっていただいて本当にめっちゃ楽しいですね。これ最高じゃないですか。最高ですね。来てよかったです。初めて参加させていただいたんですけども、はい、またね、これからも開催されるんだったらぜひ、ね、いいですね、続けていきたいと思います、はい、今日は、僕たちハングリーウィッチと申します。これからたくさんの方出られると思いますので最後まで楽しんでいってください、はい。僕たちは最後の曲になります。先ほどご紹介にも預かりましたようにラジオとかもやってますので、はい、ハングリーウィッチのペコラジオと検索していただいたら出てきます。いろんな動画とかもありますのでまたよかったらどこかで、見てください。そして見かけた際はぜひお気軽にお声掛けください。特に仙北の方はぜひともお声掛けください、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ最後の曲になります。最後の曲です。みおさん、君が飲んでたミモザの色と同じ夕焼けの中でまた思い出してる。忘れかけたあなたの声に抱かれ揺らぎの中を一人歩いて僕もあった。